当じゃなくて。間違った。あっと。2度ぐらい下がったよ。間違いできません、トンネル。拳ぐらいあるんだけど。マグロの漬け丼なんで、ちょっと冷蔵庫に入れてきたから。じゃーん、漬けてきた。お家で甘酒とか入れてきた。今日は簡単。わっ、おっきいね、これね。トマト、はい。じゃあ、三つ葉。三つ葉、あ、そうじゃなくて、あ、間違った。あとね、この北海道の玉ねぎポタージュっていうのを見つけたけどさ、それ作ってみるね。お腹すいた。待って待って。お腹すいた。待って。お腹すいた。あたっと。お腹すいた。うるさい。28度もある。いただきまーす。うん、まうま。どう、マグロの味は。うん、美味しい。甘酒で当店まろやかやね。スープも美味しい。本当？本当にこれポタージュスープなんだ。おかわり、おかわり、分かったよ。待ちなさい。足りないです。隣にドミノピザがあるけん、ドミノピザ頼んだらいいじゃない。ね、頼んでここに配達してもらおうかな。配達してくれるんじゃない、お隣ですけどっつって。あそこにあるんですよ、ドミノピザが。しかも近くにヤオコーがあるんですよ。まさかこれ食べてんのに買いに行こうとしている。どうぞ。ごちそうさまでした。めっちゃ涼しいやん、これ。外の風冷たいからね。全然違うね、気温が2度ぐらい下がったよ。K が作ったあのファンをここにモバイルバッテリーで回してちょっと寝てみます。
で道の駅来たけど、隣にスーパーとかショッピングセンターがある。秩父名物味噌ポテト、美味しそう。入れ違いできませんトンネルだって。
見て、狛犬さんじゃなくてさ、うん、コマオオカミさん異常だな、コマオオカミさんでしょ、これ。なんか閉まってるね、すごいかっこいいよね。ね、俺見た違う、なんか参道か、おもつ参道か。ねえ、早めに来てよかった。お腹すいたな、なんかお腹すいたしか言ってない気がする、昨日の夜から。気のせいかな。気のせいではない、ほんと。見てほら、お、ねえ、でも今日は雨だからやめとこいいよ、くねえか、絶景は。せめて店内で白い絶景食べる、くるみ汁ざるそばだって。すごい、わあ、くるみだ、すごいね、くるみだれだよ。うん。あ、すごいボリューム。すごい。おー、でかーい。わらじかつ。わらじやん。あ、なめこのお味噌汁だっていいね。すごい。食べよう、俺一人で。あれ？いただきまーす。見て見て、これ。くるみが入ってる汁。ねえ。ね、これをドバッと入れまして。お、すげえ、わさびも全部入れちゃった、この人。入れちゃったよ。絶対これ辛いっていうやつ。辛いかな、味変わっちゃわない、わさび最初に。あ、そう、ちょっとどうしよう、もういいよ。すごいくるみ、すごい、うん、うん、うん、くるみ。うわー、でかい。でかくない？拳ぐらいあるんだけど。手より大きいやん。でかっ。15センチぐらいありそう。ソースが染みてて柔らかくて美味しい。まあ、ほんと美味しい、これ。美味しいよね。あ、これ食べきらんと思ったけど食べれる。全然食べれるよね。うん。私もこれにすればよかったな。強奪事件か。美味しくすぎて2枚目を催促しちゃいました。美味しいよね。うん。珍しいユリがこんなに肉食べるなんて。ね、本当に食べないんだけど、普段あんまり。美味しい。嫌いじゃないんだけどね。そんなに好んで食べない。うん、ごちそうさまでした。じゃあこの後お風呂だね、してる。ラーメンもいいな。道の駅で買った、秩父のあれでしょ、これ味噌ポテト、有名な、うん、揚げ餅いただきます。またわらじかつ弁当買っちゃいました。豚味噌ね。あ、豚味噌とわらびじかつ弁当。わらびかつ